こんにちは、湊勇気です。今日はですね、めっちゃ前に撮ったグラブルのガチャを引いたんですけど、なんか10連やるから、天井狙うからかな。天井狙うからもう録画しようって思って慌てて録画したやつです。それに今声乗っけてます。そう、虹なんかフェスでもあんまり出ないんですよね、グラブル。この時は確か天井でミムルメモルを撮ろうって思って弾きました。ジェシカ、SS レアは出なかったですね。お、来た。拳。僕、グラブルやってるんですけど、あんま詳しくないんですよね。なんか集める系のやつが好きで、お、SS レア。ダヌは。お、もう一個出た。なんかグラブル始めたての時にダヌはめっちゃ可愛くて欲しいって思ってたんですけど、やっと出ましたね。この時めっちゃ嬉しかったな。なあ、あ、ユグドラシル確定 昇格してユグドラシルってなんかあんまり良くない、良くないというか嬉しくない。お、 SS レア。次は誰や。さあ来い。ああ、オーシャンハープ。今多分3つぐらい持ってますね。キヨト。お、これは誰。おお、限定キャラシルバー。シルバーを今あんま使ってないですね。で、SS レアを外していく。ああ、また外した。あ、来た。次誰かな？トロピカルフェアリー。新しいやつ、ケラック。もうこの時誰って思って画面止まってますね。調べ中かな。長いな。早く先進めやって話やけどな。しばしお待ちを。もうこの時の記憶全くないからさ。お、やっと来た。無限今結構使っとる。お、また SSR 新しいやつかな、最後に出てくるってことは。あ、なかなかスキップせんな。どうした？この時の自分。なんか変身しとるんかな、もしかしたら。なんかその可能性あるな。全然先進まんね。早く進んでくれ。そう、この時ミムルメモル欲しくて天井を狙ったんに悲劇が起きたんすよ。最後の最後に、もうなんか、ああ、思い出した。これ、なんかあれなんすよ。もうめっちゃ眠い時に撮って、もう記憶が飛びかかってますね。
本当に眠くて、もう寝ながらやってたみたいな。あ、これは水着ブローディア。今めっちゃ大活躍してます、この人とか言ってこのキャラめっちゃ活躍してる。うん、2枚目。あ、外れ。お、2つも。お、3つ。神引きやな。うん、よいよい。限定がね、めっちゃ出てくるっていう。個人的神引きをぶちかましましたね。その後全然出てこないっていう。あ、来た。これも多分同じガチャで2、3本引いてますね。マジで、かぶりはやめてほしい。ほら、また来た。これ本当に良くない。僕、キャラ全然持ってないんで、かぶってほしくないんですよ。ランにもう全然、めっちゃかぶるっていうね。あ、SF。外れだ。あー、また外してく。また外していく。やばいね。3連続ぐらい。4連続か。やばいやばいやばい。ほらもう、なんか、お、やっときた。なんやろな。あー、かぶっちゃったね。かぶっても1本出ればね、まだ救われた気にはなる。あー、また。SR ばっか。お、来た。次は？お、新キャラか？あー、2枚目。で、また SR に戻る。お、来た。SS。あー。お、あー、バール。あれ、バール持ってなかったんか、この時。多分今2、3枚持ってますね。うん、全然ダメだ。どうした？また止まったね。あ、動いた。外れてく。お、ん？あれ、石が足りないって思って、あ、チケット使いましたね。多分これ焦ってましたね。で、お、新キャラ。あー、召喚石か。ガブリエル今多分2枚持ってますね。で、天井がゲットできるっていう。これはまた他のガチャかな。そう、天井でミムルメモル引いたつもりだったんですけど、その下にいる誰だっけな、誰か忘れたけど、なんかミムルメモル以外の何かを交換してしまって、間違えて、眠すぎて。で、朝起きたら、あれ、おらんってなって、めっちゃショック受けてました僕。せっかく天井狙いで引いたんに、全く違うキャラと交換するっていう。で、これで水着のグレアがゲットできるっていうね。こんな感じで、個人的にいいガチャやったけども、もうミムルメモルどっか行って悲しいっていう思い出のガチャでした。そんな感じで終わります。フォローとかチャンネル登録とかお願いします。それじゃあ、バイバイ。